石川博之は、鎌倉時代初期の武将。山と源氏の流れを組む道のく石川氏七代目当主。石川はじめ公の次男。三つさだらの父。十四に下大前大部。夫人は、藤原智光の娘。兄重勝が多病であったため、仏門に入った父の後を継いだ。樹永二年、平家討伐の兵を挙げた、源頼朝の元へ。 一族の成田工事に兵を与えて派兵する。兵家滅亡の後、文治5年、頼朝は欧州藤原氏を攻めるため、自ら大軍を率いて、道の串し川関に至った。広木は病に伏せっていたため、一族の大寺光行をなしろとして、兵を預け、頼朝を迎えさせた。大軍が藤田に到着すると、頼朝は源の頼近が誕生した。 やわたぐうに戦勝祈願を行う。この時、頼朝は、石川の館の麓の川熊に、明華の松の影添え衣服、と赤を読んでいる。頼朝は、欧州藤原氏を破って、欧州を平定した後、志田軍の一部を、八万宮の神領として寄進、鎌倉に外戦した。高校も石川に帰還した。研究元年、藤原氏の旧審、大川金藤が残党を集めて、 乱を起こすと、平定の軍に高校を参陣させる。天九八年、広木は、一族の高校、矢吹なりを伴って、鎌倉で、頼朝にまみえ、全高寺門での先駆けを命じられる。上落し、広木は、十四位下大前大部、高校は、十五位下兵部将有光誠は、十五位下行部将有にそれぞれ認じられる。石川広敷三津長女。 あさり八郎、次女、三女、三男、ありがとうございます。